しょ。あ、消えた。あ、こんばんは。コメントコメント、あ、始めますこんばんは。あーあー、いっぱいありがとうございます。こんばんは。あ、初見さんだでも2回目だから初見さん、もうそりゃ多いか。こんばんは。おわー、ありがとうございます、見に来てくださって。じゃ、本当にこんなに早く来てくださった方だけに特別にあの平方をあの打ちますまだ人数少ないと思うので特別に行きますよ。今見てくださる皆さんに向かって平方うーばーんありがとうございます。やったー、こんばんはありがとうございます。うん、いやー嬉しい。いやー、うん、ショールームリレー、もうまさか2回目2週目ができると思ってなかったのですごく嬉しいです。ちょっと1時間ぐらいですが、ぜひ楽しんでいきましょううん、ウーパン、やーい。今日は3月9日ですね。この直前に金村美久さんが配信しておられて、そうなんです、3月9日ミクさんの日だから金村さんですパカもニコニコしてます。イエーイ。なんか今日は前回より全然緊張していなくって、なんかもうすでに楽しいですねお疲れ様です、お疲れ様です。今日は木曜日、木曜日なのでお仕事でしたか皆さん。学校3月9日だったら卒業な感じしませんか。なんか3月9日っていう曲を、うん、吹奏楽部だったかなの時にトランペットで演奏したのが思い出がありますわーい。あ、アーシャ、そうなんです、今日はアーシャが公開されましたね。うん、新しい制服もなんか先輩方と色違いですっごく可愛い、若干デニムみたいな、デニムかな、なんか青と水色ですっごい可愛いの着させていただいていて、で新しいアーシャがですね、なんと私あのポニーテールというか一つ結びでして、見ていただけましたか。でこれから多分一つ結びの機会が、うん、多くなると思うので、今日はあえてあの下ろしました今日は下ろしました。なんか初期の頃より髪長くなりましたよね。やっぱりみんなも長くなってて、いやー半年経ったなーっていう感じがします。髪長い、やった、ポニーテール似合ってるって、イエーイ。あ、ミラーボールだありがとうございます。わーい、あーそうなんですよ、みんな髪が伸びて、そうなんですよね、そうそうだ、今日はいろいろなんか話したいことがあって、そうなんですよね、アーシャの話も今ちょっとしたでしょ。あと、あ、そうだ、一番話したかったのがおもてなし会だ。今回おもてなし会ありがとうございましたっていうのをあの一番にお伝えしたくてあの配信をしてるんですけれど、おもてなし会あの現地に見に来てくださったり、あの配信で見たよって方おられますか。はーい、はーい、若干のラグがあるけど、はーい、あ、はいって、あ、ありがとうございます、見に行ったよって、見に行ったってポカ、ありがとうございます、嬉しいです、お会いできたってことですね配信で見た、あ、ありがとうございます。じゃあ2日目を見てくださったんですね。うん、そうなんです、もうずっと話したくって、内容も前回の時からけど、いろんな曲をして、あの自己紹介したじゃないですか、覚えてますか。自己紹介で私は平方を打ったんです。それもあの観客じゃない、歓声がありだったので、あのアリーナの皆さんとかスタンドの皆さんとか 言わせていただいて、イエーイって平方打ちました。あ、こんばん
あ、1万人来てくださったのかな。ありがとうございます。1万人の方。じゃあ一回ここで自己紹介しますね。いきますよ。ちょっとバカごめんね。はい、いきます。あら、いきます。鳥取砂丘からお日様に向かってひらほーうーばーん。鳥取県出身19歳のひらほなかです。今日は来てくださってありがとうございます。いろいろお話しましょう。あ、こんばんは。わーい。はい、ということで自己紹介、おもてなし会の自己紹介は本当に何だろう、十人十色というか、みんな違ったじゃないですか。なんかしたこともないけど雰囲気とか、それがすごく個人的にも好きで、そう、面白いんですよねみんな。そういうことです。あとは何が印象的かな、もちろんその楽曲の披露も一番もちろん練習してきたし印象深いんですけど、そうですね、ファッションショーあったじゃないですか。ファッションショーはもう2階のこういうとこを歩いたんですけど、もう本当に近くってファンの方と、でみんななんか「ひらほー打って」とか書いてくださってる方がいっぱいおられたんですよ。だからそれがもう嬉しくって本当にありがとうございました。私のタオルもほの前のショールームで持っていただけたら嬉しいなって言ったら持っていただける方がいて、すっごく嬉しくなって、もういっぱい手振りました。ひらほー、そう、打ちまくりでした。ファッションショーは、ファッションショー、近かったですよね本当に距離が。私はなんとですね、あれも私服ファッションショーなんですけど、ちょっと肩が空いたオフショルっていうのかな、洋服ワンピースを着て、ぜひ前のブログかな、結構最近前の前ぐらいのブログにその写真が見れるリンクっていうのかなを貼ってあるので、ぜひまだ見てない方はそのおもてなし会の雰囲気がわーって写真で見れるので、ぜひブログもチェックしてください。はーい、ありがとうございます。やった。そう、いや、なんかこうやって皆さんがコメントしてくださるだけでというか、コメントしてくださるだけでもう一人で喋ってない感じがして本当にテンションが上がっちゃいます。そう、なんか今回のその日おもてなし会ではどの楽曲でも全員がフロントに立つっていう、なんかなんだろうっていうことで、みんながそれぞれの曲でこうフロントに立たせていただいたんですけど、私はコンスキでフロントに立たせていただいて、なんだろう、コンスキって結構超明るいニコニコっていう曲じゃなくて、こう伝える系というか、曲じゃないですか。だから表情をどうすればいいかなと思ってすごく研究しました。先輩方の動画を見て、なんかそういう、なんだろう、表情ができるように、そう、しっとりな感じの曲なので、クールなね、で小西がセンターでって感じでした。あ、手振らないでって言われた。じゃあ手はちょっと静かにしといてもらいましょう。他にじゃあ話したかった話は、そうですね、近況報告しようかなって思ってたんだ。じゃあいいや、近況報告がもうちょっと後にしよう。じゃあおもてなし会つながりで、昨日おとといその前もずっとこのショールーム配信をしているわけなんですけれど、4期生リレーで、私も今日はおもてなし会つながりじゃなかった、まあいいか、加入から今日までで印象に残っていることというか、思い出というか
をランキングに書いてきたので、ちょっとそれについて話していこうかなって思います。じゃあもう早速いきますね早速いっちゃいます。じゃあ私のベスト3、そうです、ベスト3の第3位はこちらです。でれん、第3位ひないです。ひないは、そうですね、ひないではがなんかすごくやっぱり印象に残っているというか、思い出深いというか、本当にこのなんだろう、平方も元はといえばこのひないの1回目のキャッチコピーで何にしようかなっていうので思いついたんですね、平方それだったりすっごく緊張したり、そうです、いろいろ思い出あります。はい、いろいろあります。なんかその運動能力テストが思いがけずも早めにあってというか、表より早くあって、それでもう本当に私は放送されるのが怖かったんです。もう本当に怖くて、あ、どうしようと思ってたら、温かいファンの方々は良かったよって言ってくださる方もいて、そうだから私は報われました。もう学生時代もなんだろう、もうコンプレックスなわけですよ、足が遅いのも投げれないのも全部でも本当にコンプレックスだったんですけど、こう日向坂に入ってそれも個性だよっていう、なんか温かい言葉をかけてもらえいただいてから、なんかなんだろう、コンプレックスではなくなりましたっていう思い出だったり、あとはなんだろう、今コメントで月被害って書いてあったけど、そうですね、あの回もとてもまさか自分が、あ、なんだろう、たくさんメンバーさんおられて、でなんだろう、オードリーさんの名前も入っていて、まさか自分が当たるなんて思ってないじゃないですか、こうやって過去の中から自分の名前が、なのでなんかえってなってもうパニックになってて、急がなきゃと思って月日害を選んだとかいう思い出もありまして、3位かなって思って3位にしました。はい、じゃあ次、そう、月被害美味しかったです。ラッキーガール、そう、私とってもラッキーでしたね、うん、やったね。はい、じゃあ次、じゃあ第2位を発表します。ルルルルルルルダーン、てれん、第2位、ライブです。ここに来てライブがまさかの2位ということで、まさかのかわからないけど、ライブはそうですね、でも一番印象残ってるのは、なんだろう、初めてこう初めて先輩方と一緒に踊らさせていただいたというか、日向坂のあるんの楽曲をこう踊らせて、ステージの上で踊らせていただいたのが日なくりの時なんですけど、それで先輩方と、そう、日なくりなんです、ひなくりで、あの、なんだろう、なんていうのかな、キュンとかテカとか、そういう日向坂、ザ日向坂っていう曲をステージで一緒に踊らさせていただいたのがすごく思い出に残ってます。一番最初は代々木が、あの、舞台なんですけど、それはあのブルーラズを披露させていただいて、なんかそれは先輩方のライブにこうお邪魔させていただいたっていう、なんだろう、感じがしてたんですけど、なんだろう、この日なくりでキュンとかてかを踊った時はこう一緒に踊らさせていただいて、なんかそれがとっても本当に嬉しくって、あの、思い出です。あとはもちろんおもてなし会です。おもてなし会は4期生だけでいろんな楽曲もして、で歌だけじゃなくて、うーん、そう、いろいろして、その、なんだろう、マーチングとかだから、もちろんそれも思い出なので2位にしました。そうだ、おもてなし会あれ、最後にお見送り会があったじゃないですか。もうそれが私はすっごく楽しくって、もうあっという間に終わっちゃったので、もうちょっと寂しかったんですけど、本当に、なんだろう、嬉しかったです。あんなに、なんだろう、お日様の方々と近くに
なんだろう、行ける機会っていうまだあんまりないじゃないですか。なのでもうすっごく幸せでした。あ、お見送り会で、お見送り会、お見送り会でひろほと会ったよっていう方おられますか。うん、あ、2日目行きました、ありがとうございます。あ、はーいって、あ、ありがとうございます、お会いできましたね、はい、あ、はいうん、ありがとうございます。私は見送り会は平方をたくさん打ってましたうん、平方に会いたかったよって、あ、私も会いたかったです。なんか今回はあの、なんだろう、2つのグループに分かれてこうお見送りしてたので、なんだろう、こっちのグループにいない子のなんかこうタオルを持った方とかにもお会いして、はい、なので多分私のタオルを持ってくださってた方もで、お会いできなかった方もいたかなと思ってあ、ありがとうございます。あ、平方打ってもらいましたって。じゃあもう一回いきますね、特別に今見てる皆さんに。いきます、ショールームをご覧の皆さんに向かって、平方うっぱー、 ありがとうございます今一瞬のスクショタイムでしたなんか小西の1回目のショールームの時になんかこれを知ってたのを見ててすっごく面白くて大好きで、私もやりたいと思ってちょっと今やりましたうん、イエーイ、ありがとうございます。今日も絶好調、今日も絶好調です、元気ですポカ、ポカもいます、ちょっと入ってないけど他もいます。やったね。じゃあ次第1位の発表します。いいですか、もう1位ですよ。じゃあちょっと1位の発表です。でるる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 ん、ダン、じゃん、みーぐりです、イエーイ、みーぐり、やっぱりみーぐりが私は一番の思い出というか一番こう残ってるというか、ミーグリですそうなんです、ミーグリは本当に、なんだろう、なんだろう、多分なんだろうな、自分のことをちょっとでもう気になってくださった方が来てくださってるじゃないですか、もちろんこのショールームもだけど、で本当になんだろう、本当にもう楽しいし幸せだし大好きなんですね、ミーグリが。もう本当に何だろう、毎日したいぐらいミーグリ大好きで、そうなんですね、ミーグリは自分も行っていたし、ミーグリがきっかけで今こうしてショールームをしてるので、やっぱりミーグリはとても私にとって大事ですそうなんです。あ、ミーグリ来たよって言ってくださる方がいた、前回のミーグリで来てくださった方いますか。あ、こんばんは、あら、あ、あ、いましたありがとうございます。いやー、あ、ミーグリ当たったよって、そうなんです、ミーグリの次の曲っていうのかな、次のシングルのミーグリの応募がまた開始されまして、多分今もう一時受付が終わったのかな、今日登録なのかな、わかんないけど、また2時が始まりますので、ちょっと時間くのかな、ちょっと時間空いてから応募が始まりますので、ぜひなんて言うんだろう、ぜひ来てほしいなって、来てくださったら嬉しいなって思います。うん、嬉しい。いやー、もうなんだろう、本当にファンの方、本当にもう何よりもと言ったらあれだけど、本当になんだろうな、なんて言えばいいんですか、この思いは本当に感謝しかなくって、こうやってコメント見ててもこう、なんだろう、今このなんだろう、ダンっていうのかな、ランキングみたいのがあるけど、見ててももうそうやってミーグリ来てくださったり、なんだろう、お手紙くださったり、お花くださったりっていう方のもう名前がもう見てすぐ分かるので、ほんと幸せです普段もこう思い浮かびます、ファンの方の顔が
あ、ひらほん、みぐり楽しかったって言ってくださってありがとうございます。みぐりではですね、こういろんな髪型してますので、前回は何したかな、前回は三つ編みしてみたり、もちろんポニーテールもしたし、そうですね、いろいろしてました。ハーフアップもしたかな。そうなんです、ぜひだからなんていうのかな、次のおもてなし会、おもてなし会じゃない、次のみぐりも会いに来てください、お願いします。今ほら 17,581人かなの方が見てくださってるということで、皆さんが来てくださったら 17,000人の方とお話できるってことですよね。楽しみです。応募しようかなって、応募してください、待ってます。もう今応募しようかなって言った方はもう応募とかぜひ言ってください、あのショールームでこういうものですって。はじめまして、あいや、ありがとうございます。あ、応募したよって言ってくださる方がいる、ありがとうございます。もう楽しみで仕方がないです。もう何着ようかなとか、何話そうとか思ってます。で、で、わかんないけど、お、ありがとうございます、行きますって。だから多分なんだろう、他の4期生の子を好きって言ってくださってる方とか、先輩方のファンとか、ファンの方とかおられると思うんですけど、ぜひそういう方は何だろう、ひらほうだけ、1枚だけひらほうだけ受けに来てください。もうその1枚でもう押しますって言っていただけるように、絶対もう覚えますし、名前も頑張りますので、ぜひ皆さん遊びに来てください、お願いします。あ、オッケーって、オッケー、ありがとうございます。いやー楽しみだな。ということでですね、あら、応募し忘れたって、応募し忘れた方が、でもまだ2時があるのでぜひ応募してください。はい、ひらほうはみーぐりで、みーぐりだとほら個人に、あなただけに、あなただけにあのひらほうを打てる、あの珍しい機会というか貴重な機会なので、ぜひ特別に打たせてください、お願いします。応募するって言ってくださって、やった、みーぐりみーぐり、うん、ありがとうございます。2時あるんですね、多分ありますね、2時、確か日向坂のホームページであった気がします。なのでお願いします、ぜひ隙間の空いてる時間にひらほうだけ受けに来てください、打つので。じゃあもう一回ひらほう打っちゃおう、いきます。ショールームをご覧の皆さんに向かってひらほう、うっぱーん。わー、あー、ということで以上このランキングでした。3位が、あー危ない危ない、あ、これも危ない、ちょっとネタバレしそうになっちゃった。後で見せるのでちょっと待ってください。3位がひないで、2位がライブで、1位がみぐりでした。ありがとうございました。みぐりは前回来てくださった方は本当にありがとうございました。ぜひ次もお待ちしておりますので、お話できたら嬉しいです。そしてまだひらほうのみぐりは行ったことないぜっていう方もぜひちょっとだけ、まあ行ってやってもいいよって方はお待ちしておりますので、お願いします。はい、ということでした。じゃあこのランキングがね、1個ミッション終了という形で、はい、ではちょっとポカにも来てもらいます。そうですね、なんか何話そっかな、なんか近況報告とかしようかな。あ、そうだ、これも話したかったんだ、あの近況報告。そう、近況報告で言うと、なんだろう、あの同期の4期生の藤島かほちゃんがいるじゃないですか、かほりん、かほりんとあのブログでも書いてたんですけど、ずっとこう甘いものを食べに行こうっていう約束をしていて、それがついに
行ってきまして、そう、多分カホリンのショールームでも言ってくれてたから聞いたよって方もいられる、おられるかもしれないんですけど、そう、眠りたい。休みの日は、お休みの日はいつも寝てる2人でして、そう、眠りたいと眠りたいをかけまして、このニックネーム、コンビ名になりました。そうなんです、パンケーキを、それがですね、フレンチトーストを食べて、そうなんですよ。でも2人とも結構食いしん坊というか、なんだろうな、結構食べれる方なんです私たち。で、なんだろう、唐揚げ定食を食べて、2人で唐揚げ定食を食べて、その後に2人で、食パン一気に平らげたという、完食したという思い出というかことがあって、一気にですよこんなの。でも全然なんか2人とも、なんだろう、まだいけるねっていう感じで店を出ました。そうなんです、そう、一気になんだろう、一気の半分を、だから2人半分、半分食べましたね。美味しかった、幸せでしたっていう楽しい思い出がありまして、美味しかったです、また行きたいねって話してます。なんか同期といろんなとこに行きたくって私は。で、なんだろう、カホリンと合わせて甘いものを食べに行って、で今回はフレンチトースト食べて、でカホリンとは、なんだろう、そう、プリクラも撮って、プリクラを持ってきたんですね今日。カホリン、カホリンがうっかり忘れちゃってたので、私はもう持っていかなきゃと思って今日持ってきました。でもちょっと見れるかわかんないな、これだ。ちょっと見れないかな、こうやって眠りたいっていうポーズしてて、見たいって、ちょっと待ってよ、綺麗にしようかな、なんかちょっと透けてるシールなんですね、だから見れるかな。眠りたいっていう、でもちょっと恥ずかしくなってきちゃった、ちょっとここで許してください。またいつかなんていうの、お見せするので絶対で、これ一個はこういうなんだろう、プリクラの、はい、スクショタイムでっていうポーズをしてたんですけど、もう一個はっていう眠りたいポーズ、ぜひ皆さんも眠りたいでしてみましょう、せーの。じゃ、これもスクショタイムでいきます。はい、という感じで眠りたいポーズもして、そうです、でプリクラを撮って、美味しいものを食べて、であとはお揃いの靴下を買って、はい。そんなこんなで楽しい日でした、幸せでした。そう、でも案の定やっぱり眠りたいが、名前が眠りたいなわけで、その直後やっぱり美味しいものとか甘いものとかいっぱい食べると血糖値が上がるじゃないですか。やっぱり眠たくなるんですね、もちろん。やっぱりなので2人でめちゃめちゃ寝ました。いっぱい寝ました。っていう楽しい近況報告でした。そうで、同期とのね、遊びに行きたいっていう話なんですけど、ほら、陽子とは毎月ご飯に行こうっていう約束というかあれがありまして、なのでご飯に定期的に行っているわけで、そうなんで、そのエピソードも、なんだろう、ブログにも書いたんですけど、そうなんです。それで、陽子でしょ、あとは、はるはるとは、なんだろう、今度お花見行きたいねっていう話をしてて、はるはるとも行きたいし、もうみんなと、なんだろう、あの子だったらあそこに行きたい、あの子だったらあそこに行きたいっていうのがすごくあるので、ちょっとまたいろんな、なんだろう、いろんな思い出作ったら皆さんにご報告しますね。ほのほの、あ、そうだ、ほのほのは私なんです、ほのほのは私で、ほのほのは私です。はるはる
いるじゃないですか、山下はるかちゃん、はるはるってつけたのが私で、でそれではるはるとほのほのになりました。あの同い年ペアで、唯一の同い年なんです、はるはるとほのほのは。相棒で、相棒です、はるはるは。そう、いやほのほのだと、あのなんだろう、はるはるの配信もあの見てたんですけど、ショールームを、この今回のショールームの配信ね。でなんかほのほのってあの言ったらどっちのほのかっていうのも見てたので、これはほのほのです、私です。でもニックネームはひらほなので、はい、ぜひ皆さんはひらほ、ひらほ、ひらほとか呼んでください。そうね、ちょっとややこしいですよね。まあでも岸くんは岸くんですっていうコメントがあった。岸ほのは岸ほの岸くんですね。そうなんですよ。コールもほのほの、コールはひらほがいいかな。ひらほ分かりやすいじゃないですか。もともとなんだろう、ニックネームをひらほとか考えてたんですけど、なんだろう、なんていうのかな、ひらほを皆様にあの愛していただけてというか、ひらほを皆さん知ってくださったので、多分それつながりであのニックネームもひらほになりました。え、何がいいと思いますか。ひらほでいいですかね。岸ほのとひらほでいいですかね。岸ほとひらほの、ひらほ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 ですかね。あ、ひらほいいと思います。じゃあひらほにしようかな。皆さんじゃあひらほで、なんだろう、昨日みっちゃんが配信でハッシュタグを毎日こう次の子になんだろう授けて言っているわけですけれども、昨日みっちゃんがあのひらほに打たれたい、ひらほを打たれたい、ひらほに打たれたい、ひらほに打たれたい、どっちでしたっけ、ひらほに、ひらほに、あら、ひらほ、ひらほに打たれたい、ありがとうございます皆さん。ひらほに打たれたいっていうハッシュタグをいただきまして、みっちゃんから、ぜひ皆さんそれでいっぱいそれを使ってください。ひらほに打たれたい、ありがとうございますっていうあれでした、話でした。ん、そういう話全部言ったかなっていう近況報告でした。他に何話したかったのかな。あ、そうだ、今日のあのトーク、今日のトークであの春代さんがあの私の似顔絵を描いてくださっていて、新しいアーシャのあのポニーテールの、もうそれがすっごく嬉しくて、もう見た瞬間にえって言いました。春代さん、そうなんです、トーク撮ってます、春代さんの。そうなんですよ、嬉しくって。そうなんです、ポニーテール、なんか前におもてなし会でポニーテールしてた時にポニーテール褒めてくださって、春代さんが、でその絵を今日似顔絵で描いてくださっていて、すっごく嬉しかったです、ありがとうございます。春代さん、キラリンと遊びに行った、キラリンとは、そうですね、まだ遊びに行ったことはないんですけど、あれ食べに行きたいねとかいう話はよくします。でもキラリンはなんだろう、ゲームをしますかね。キラリン、キラリン、そう、スプラトゥーンとかしました。あ、金村さんも褒めてくださっていたらしいというコメントが見えたんですけど、そうなんです、なんか一回金村さんがあのポニーテールあの褒めてくださって、本当に嬉しいです。いやそうなんですよね。え、今日もですか。なんか私金村さん直前だったので全部は見れてなくて、いやー嬉しい、もうこれから皆さん、これから私はあのポニーテールというか、これからというか、あの新しいアーシャが
一つ結びなわけですよ。なので私はもうこれから多分一つ結びをする機会が増えると思うので、ぜひ、あ、一つに結んでると思ったら平方だと思ってくださいもうだから下ろすのももうそんなにしなくなるかもしれないですね。うん、ポニーテール、そうなんですよね。いやー、金村さん、金村さん本当にお優しい。そうなんですよ。お、2万人、2万人の方が見てくださってますかね。ありがとうございます。2万人の方、よし、じゃあ2万人の方なのでもう一回打ちます。皆さん打ちますよ。2万人の皆さんに向かってひらほーうーっぱーんありがとうございます。いやー、2万人の方すごい。なんかもう今日皆さんが来てくださるかなって、なんだろう、ほら今日は大事な日というか、なんだろう、 FBI じゃなくてなんだっけ、 WBC っていう大事な、なんだろう、大事なことがあるじゃないですか。だからほら皆さん来てくださるかなって思ってたんですけど、今来てくださって皆さんありがとうございます。そう、 USJ は違いますねそうそう、 FBI 間違えちゃった。 FBI じゃなくて WBC ですそうなんです。多分金村さんが配信でこの後ひらほーが配信するよって言ってくださったからです。嬉しいです、ありがとうございます。皆さん来てくださってありがとうございますやんですかね。じゃあカホリンとのデートの話もしたし、そうですね、うん、何の話しようかな。なんか今日はもう楽しみに来たはいいものの、特にノープランでして、今何分だ、あ、でも37分なんだ。早い。何の話しよう。じゃあなんか皆さんコメントを、なんか質問をお願いします。お願いします。あ、ひなたんさん行くよって、あれ、ありがとうございます。そうだ、ひなたんさんの話も後でしないといけない。あ、思い出した。でもちょっと今質問くださいって言ったので、ちょっとだけ質問をお話ししてから言いますあ、うん、どうしよう、いやどうしようかな。あ、明日誕生日です、おめでとうございます。ハッピーバースデー、明日3月10日、3月10日お誕生日の皆さんおめでとうございます。そして今日お誕生日の皆さんおめでとうございます、うん、好きな漫画とかありますか。好きな漫画はもうワンピースが大好きです。もうずっとずっと大好きです。いつから好きかな、なんだろう、もうちっちゃい時からよく父が見ていてワンピースを、その影響で好きになって、もうずっと好きです。私はマリンフォード編、マリンフォードだってますかね、マリンフォード編はもう何回も見直しました。誰が好き、そうですね、やっぱりそれもあってキャラで言うとエースが好きですいやーもう本当に大好きで、でなんだろう、まあでもなんだろうな、忙しい時は追えなくなっちゃうので、こうちょっと溜まってから見るのが好きなので、私はだからワノ国をまだ全部見切れてないんですね。そうなんです。でもなんだろう、この話してたらずっとずっと時間経っちゃう気がする。そう、単行本買わなきゃっていう、またぜひあの漫画の話だったりゲームの話だったり本当にしたいので、またそういうショールームとかしたいなって思います。その趣味だけのショールームとかしたいなって思います。はい、そんなこんなで、なんだろうな、
そうだ、一個皆さんにあのちょっとしょうもないことなんですけど、見せたいもの、見せたいのがあって、それがさっきのこの画用紙に書かれてるんですけれども、あの平方あるじゃないですか、あの必殺技の、それのイラストをね私作ったんですよ。じゃーん。これ平方のイラスト、どんないいですか、どう思いますか、これ平方、平方、え、いいじゃないですかこれ。え、これなんだろう、これちゃんとなんだろう、逆になってませんか、反転とかしてないかな。そう、平方のイラストを描いたんです。これ特に理由はないんですけど描きました。スクショタイムにしてもらおう。ちょっと待ってください、皆さんお願いします。こうやってスクショありがとうございます。うん、そう、でもこうなんですよね平方は。けどこれはなんだろう、平方っていう感じで、まあでもまだちょっとこれは試作品なので、なんて言うんだろう、皆さんに提案というか、あのまああの落書き程度なものなので、はい、あの落書きです、これは。でもちょっと見せたいなって思ったんです、皆さんにっていう感じでした。平方の、平方でした、イラスト。はい、そうなんですよね、ひなたん祭。そうだ、4月1日2日にひなたん祭があります。そう、今コメントでひなたん祭行くよって言ってくださる方が、言ってくださってる方がいたので、はい、で、なんだろう、ひなたん祭の意気込みというか目標を色紙に私も書きました。じゃあ行きます、もう見せちゃいますね、ちょっと早いかな、いいかな、よいしょ、じゃあ行きます。じゃあ私のひな壇祭のスローガンというか目標というか、行きますよ、あ、初日行くよって、ありがとうございます、待ってますので、じゃあ行きます、せーの、パーン、ボルテージマックス。はい、ボルテージマックスです、ボルテージマックス。これが私の今回の目標というか目標です。はい、ボルテージマックスとは何ぞやっていう方がおられるかもしれないんですけど、ボルテージマックスっていうのはもう自分のあのボルテージも上がって、もちろん一番にお日様の方々のボルテージもパーンって上がって、で野外ライブじゃないですか、かつ歓声がいいんですよ、なので野外の歓声もそれはそれは熱い、熱いものにしたいなという、4期生も少しでも力に加われて、そして熱いライブに少しでもなれたらなというので、ボルテージマックスにしました。もちろん自分のボルテージもマックスでというあの願いが込められて命名いたしました。うん、そうなんですよ、あ、そう、これサインなんですけど、今あのほのかだからヨットかなっていうコメントがあったんですけど、そうなんです、これはちょっとサインの説明しようかな、説明も何もないんですけど、ここがまず坂道マークなんですね、ここが坂道マークで、で後から4期のあの同期の子に言われて気づいたんですけど、あと4期生の4、ここ4なんですね、4期生の4じゃないですか、あと坂道マークと、あとこれはほのかです、ほのかで、あと名前に船のヨットの帆と夏なんです、なので船のヨットにしましたっていうサインです、私のサインは。そうなんですよ、はい、私のサインでした。ということでボルテージマックスで皆さんぜひお待ちしておりますので、会場に来てくださる方はボルテージマックスで、で配信はあるのかな、
わからないけれど、もしあったら、もしあったらぜひその配信を見てくださる方もマックスで、ボルテージマックスで熱いライブになるように頑張ります。やーい、はい、ということで今日話したか、一番話せないといけないことはミッションクリアですそうなんです。あと今9時45分ですって。15分しかない。いやー、9時45分コメント頑張れってありがとうございます。頑張ります。夜ご飯食べた、まだ食べてなくて、まだ食べてないです。皆さんは夜ご飯何食べましたか？なんかこれ毎回聞いてますかね。なんか好きなんですよね、皆さんのあの夜ご飯聞くの。焼きうどん、あー美味しそう。野菜炒め、いやー美味しそう。生姜焼き、いやー美味しそう。ありがとうございます皆さん。私はもう今ので食べた気になりましたのでありがとうございます。まだ食べてないかと思いますね。ありがとうございます皆さん、コメントあとなんか話したかったことあったかな。いやお腹すいたって、私もすきましたいやー楽しみなことがいっぱいあります。日向祭もあって、見ぐりもあって楽しみです。あ、はるはるポーズして、そうだ、はるはるポーズしたかったんだ。ちょっとはるはるポーズします。どうでした、こうでしたっけ。スクショタイムではるはるポーズでした。はるはる今回のアーシャはあれでしたね、あのポーズではなかったですね。ただそのはるはるの意思がたまちゃんに少し言ってましたね、ここら辺ではるはるポーズ。あと他に同期のポーズって何がありますっけ。同期のポーズ、あ、カホリン降臨とか、絶対違うな。カホリン降臨絶対違う。カホリン降臨合ってるかな。ちょっとまたちゃんと習っときます。みっちゃんクラゲポーズ、これ私できなくて何回も練習したんですけどちょっとダメだちょっと違う、そうなんです、ちょっと違うんですよね。福井県産クラゲの平岡美月です。鳥取県産もずくの平尾ほのかですあ、キラリン T 細胞、キラリン T 細胞鳥取県産もずくですか私はとかカニか、鳥取は。じゃあカニではい、という感じですかね。すごい、ベトナムから見てますって、すごい、海外もショールームって見れるんですね、ありがとうございます。いや、遊びに来たよ、ありがとうございます。はい、そうですね、キラリン T 細胞、明日のショールームはキラリンですね。でちょっとそれも私は書いたのでスティッチブックに。じゃあはい、もうそろそろかな、短くなってきたので明日のお知らせです。明日の配信は竹内キラリちゃんです。イエーイ、そうキラリン長にかけまして、ハッシュタグはですねキラリン長ルームでキラリン長とショールームを
かけてキラリン町ルームです。全部ひらがなでお願いします。キラリン町ルーム、めっちゃよくないですか、可愛くないですか、キラリン町ルーム。そう、キラリン町ルームありがとうございます。なので皆さんキラリン町ルームでお願いします。日時は明日3月10日の21時、今日と一緒です。9時から、夜の9時からなので、ぜひ皆さん9時から1時間また遊びに来ていただけると嬉しいです。はーい、そうキラリン超ルーム天才です。だってやったね、もうめちゃめちゃ私はなんだろう、しっくりきちゃって、このキラリン超ルームキラリン超ルームぜひ皆さんお願いします。ぜひ T 細胞受けてくださいあ、怒りんちょって言われる、いやキラリンは怒らないんじゃないかな、キラリン超ルーム以上です。じゃあこれもじゃあスクショしてもらおう、お願いします。皆さんぜひスクショお願いします。はい、ということで明日もじゃあぜひこちらにショールームに、ね、遊びに来てください。はいやーん、はーい、よいしょ、あと何分だ、あと、もう51分だ、あともう9分しかない、何しよう、あと9分でできることといえば、あと9分、たくさんスクショ、平方、確かにあと9分あれば平方が打てる、いきます。じゃあ23,000人、約23,000人の方が来てくださったということで、いきますよ、お日様に向かって平方うーばーん、あ6回目、私今日も6回目打ちましたか、ああ乱れ打ちです。今日多めでハッシュタグも平方に打たれたいだったのででした。うん ありがとうございます、皆さんコメントをくださって見に来てくださって、あ、ファンレターまた送るねって言ってくださってる方がいる、ありがとうございます。本当にもう宝物で日々読み返して、で今ブログでなんだろう、こうファンレターでいただいたこう質問を返信というか書いてるので、ぜひ皆様もお待ちしております。キラリンチョポーズ、キラリンチョポーズってこれで合ってますか？やったーん。すごいコメントが早くってとっても嬉しいんです、嬉しいんですけど全部読みたい、トゥースして、トゥースありがとうございます。あ、お洋服かわいいって言ってくださってる方がいる、今日襟がかわいいんですよね、このお洋服、ここにちょっと刺繍がしてあって、これかわいいです、このお洋服あ、もう一回平方のイラスト見せてっていうコメントがある、キャラーン、これです。でもまだ確定版、いやでも確定版かな、これですこれでした、うん、マジでいいって、やったー、よかった、書いて今日皆様に見せれてありがとうございます、うん、嬉しい、日本列島みたいって、日本列島、あーすごい、でも分からなくもないかもしれない、これが北海道ってことですよね、カホリンが降臨だ、でこっちがこう本州みたいななんかちょっと分からない、ちょっと面白かった、ちょっとつぼりました
そう、平方の日です。平方の日、いろんな日ですこれは。はい、ありがとうございます。いやー、でもまたこうやってショールーム楽しいので、うん、またしたいですね。ぜひ、なんだろう、なんていうのかな、なんだろう、先輩方とかこう2人で、メンバー2人で配信なさってることとかあるじゃないですか。で、私たちもあれやってみたいねって4期で話していて、そう、今日ちょうど話したのは、はるはる、相棒のはるはると、いや、したいねっていう話をしてたので、まあいつか機会があれば、あの、はるはるとほのほので相棒でショールームしますので、あの、見てください。誰としたい？いやー、もうみんなとしたいな、4期生みんなとペアでしたい。うん、やったね。まあ、源平合戦もみたいだって。いやー、ヨーコともしたいですね。ヨーコとの、でもヨーコと、なんかヨーコと2人でしたらもう喋れなくなっちゃいそう。笑ったり、なんだろう、劇したり、寸劇的なのばかしたり、変なことばか言ってるので。中国地方コンビ、あの、キラリンともしたいですね。みんなとしたいです、みんなと、っていう感じでした。あと何分、いや、あと4分しかない。最後にみんなに伝えたいこと、あ、本当に今日はこんな忙しい時間というか、貴重なお時間をありがとうございます。見に来てくださってありがとうございました。わー、そしておもてなし会もありがとうございました。もっともっとこれから、もちろんパフォーマンスも、も、全部全部において、あの、成長していけるように頑張りますので、これからも一緒にこう坂を登っていただけたら嬉しいです。そうですね、本当にありがとうございました。そしてひな誕祭が待っていますので、それもよろしくお願いします。ぜひ平方を見つけてください。いや、ありがとうございます。で、みぐりも待ってますので、ありがとうございました。ぜひ皆さん、二次応募があるかどうかな、 何日からかわからないですけど、ぜひ、まあ、来てやってもいいぜっていう優しい方がおられたら、ちょっとだけ遊びに来てくださると嬉しいですので。いや、前回来てくださった方はもう絶対に来てください。特にもう寂しいので、お顔が見れないと、待ってますよ。はい、ということでした。あっという間だ、あっという間でした。あ、今回も行きますよって、ありがとうございます、お待ちしてます。いや、楽しかったな、本当に一瞬だ。あと何分だ、あと58分。よし、じゃあもう一回、最後です、これが今日最後の平方を打ちます。じゃあ、ポカ、ごめんよ、ちょっと打ちます。私は本日のショールーム見てくださってありがとうございました。はい、こちら、それではいきます。お日様に向かって平方、うーぱーん、7回目、ラッキーセブンで今日は7回打てたということで、平方、うわー、7回ってことはもう1時間10分に1回以上のペースで打てたってことですよね。うん、皆様本当にありがとうございました。いや、嬉しい。それじゃあ皆さん、ゆっくり休んで、ゆっくりお休みになってください。ゆっくり寝て、また明日一緒に頑張りましょう。私も頑張ります。はい、ありがとうございました。わー、バイバーイ。またねー。あー、ありがとうございます。おやすみなさーい。はーい、バイバーイ。ありがとうございましたー。はーい、バイバーイ。おやすみなさーい。よいしょ。